はい、どうもお疲れ様です。 FX オリガルヒの皆様、そして今回は特別にですね、速稼塾の限定動画をご覧の皆様にも放送していこうかと思います。今日はね、土曜日なんで正確には相場ありませんけども、1日戻って金曜日ですよね。日付にして2月24日日銀総裁の上田氏の所信聴取がありました。これ衆議院の議場であったわけなんですけども、これがですね、かなり数字を変えていったなというところがあります。大筋ではここにありますように、金融緩和を継続することが適切ということなんで、引き締めに転じるかっていうふうなね、そういう予測も結構あったんですけども、ここで明言されているのは金融緩和ですよね。ゼロ金利政策その他を継続するんだよってことが語られているわけです。実際はどうするか分かりませんよ。この前黒田総裁もね、金融緩和をするって言って金利の引き締めとかやってましたからね。だからその辺はね、なんか二転三転してるなっていうところと、結局言葉のあやみたいなところを使ってくるんで、素直に言ったことを受け止めていいものかどうかは分かりません。市場はね、この所信聴取の後で結構反応してましてね、日銀の総裁候補ということだったんですけども、結局2月24日の時点でこの話をされるってことは決まるんでしょうね、やっぱね。この辺も私たちはテクニカルをやってますんで、避けなければならない部分だと思うんですよ。避けるってどういうことかっていうと、やっぱ私たちはテクニカルでね勝負してますんで、ファンダメンタルが効きすぎる時ってもう私たちのね出番じゃないんですよ。つまりどういうことかっていうと、何度も言いますけど、私たちはね、海に出た船乗りみたいなもんなんですよ。全く風が吹いてない、波がない時には砲を上げてもね進まないんですよ。いわゆる凪の状態です。ですんで相場に動きがない時は利益の取りようがありません。かと思ったらね、風が吹き荒れて波が高い時、これは確かに船はものすごい勢いで進みますけども、どこに行くのか分かんないわけですよ。まさにファンダメンタルです。激しく動くけども、どっちに行くのかテクニカルという羅針盤では判断できません。ですんで、倍の方で舵を取っても、行き着く先がセルだったらロスカットとかね、ひどい目に遭っちゃうわけですよ。ですんで、こういうふうにファンダメンタルが効きやすいような各国要人のインタビュー発言があった時は、やっぱりポジションを抜かなくてはいけませんよね。そうなると一定期間相場にはちょっとね静かな時が訪れるわけと、嵐の前の静けさじゃないんですけどもね。ですんで、ファンダメンタルを無視するっていうのはどういうことかっていうと、こういうふうなね、ファンダメンタルが起きているなとか起きそうな時っていうのをちゃんと知っておいて、その間ポジションを抜くってことなんですよ。相場には参加しないってことです。荒波に揉まれちゃいますからね。で、ファンダメンタルが効いていくのが有効な時っていうのは長い時間軸の時なんですよね。例えば1週間とか1ヶ月とかを測る時には、そういった時間軸で勝負する時はファンダメンタルが重要になってきます。つまりはこれから大きく円高に向かいますよとかね、円安に向かいますよっていうふうな大きな流れを知った時には、判断した時には1日とかね数時間っていう単位で測れるものではありませんから、だから長期でエントリーすると結構楽ではありますね。ですんで、大きな時間軸を見る、そのスキルっていうのはもうちょっと遠くにあると思っていただきたいと思います。で、私たちが1時間で取引してるのは、まさにテクニカルを使うのにはうってつけの時間帯だからなんですよ。じゃあ今度時間軸を30分15分5分1分にしてみましょうか。これはね、ランダムウォークって言って、はっきり言ってこれはどっちに暴れるのかわからないっていうところなんですよね。このように時間軸が小さくても時間軸が大きくても、使う手段っていうのは違ってくるんですよね。一番バランスが取れてるのはやっぱりテクニカルでやっていくってことだと思います。テクニカルはもう500年前にね、日本で開発された手法です。それからテクニカルっていうのは変わってないですよね。ほとんど変わらないばかりか、新しい理論の理屈も出てきません。ですんで、一旦テクニカルを理解すると、この FX っていうのは攻略がたやすくなるわけですよ。で、たやすくなるって言ってもね、9割10割勝つってわけじゃないですよ。言ってみれば FX っていうのは超反爆地みたいなもんで、上がるか下がるかにかけてるだけなんですよ。ですんで、何も知らずにこの勝負をすると五分五分なんですよね。そうですよね。上がるか下がるしかない時に、何の予備知識もない人がさあ FX やるぞって言ったら超反爆地になるわけじゃないですか。じゃあこの五分五分の50対50のバランスを51対49ぐらいにはできませんかってことなんですよ。
そのために必要なのがテクニカル。ちょっと学んだらできそうでしょ。だからこれをやりましょうってことなんですよ。で実際にはね、51対49みたいな本当に小さな差じゃなくって、4対6とかね、4回負けるけども6回勝つよみたいな、で実際は3回負けるけど7回勝つよみたいな、このぐらいのバランスになってくるんですよ。でそうすると手元の資金がただ一定期間を持つと増えるのを待つだけってことになりますので、短期間での例えば相場から玉を抜くとかね、それから瞬間的にロスカットを食らっちゃったっていうのがあんまり気にならなくなるわけですよね。ロスカットっていうのはいわゆる大きな売り上げを取るための経費みたいなもんですから、そのような意識がついていれば落ち着いて相場に向き合っていく、まあ、いわゆるマインドができるということになります。まあ、そのためには大事なのは基本を学んで、しっかりと専門用語を覚えて、テクニカルっていうのを身につけて、そして相場に挑むことです。そうすると一定のパーセンテージで負けてもね、一定のパーセンテージで勝つ、その勝ちが上回るってことが体験できます。だいたい基礎用語やテクニカルを覚えた段階で数百回から千回ですね、デモトレードでも何でもいいんでやっていると、確かに勝ち越せるなってことが分かるんですよ。それが確認できたら、今度はしっかりと現金を投入してロットを入れてやるだけです。そしたらマインドができてでしょ、結局は勝ち越すなっていうマインドが実際自分の体験でできていれば勝ち越すことできるじゃないですか。ただしそこに紛れを起こさせるのがファンダメンタル中に参加することなんですよ。ファンダメンタルはテクニカルの出番がなくなりますんで、全く別の理屈で勝ったり負けたりするんで紛れちゃうんですよね。はい、じゃあ前置きはかなりお話ししましたんで、実際のチャートを見ていきましょう。1時間から見ていきます。今2月25日ですけども、大きく上の方に一方的にズバーンと駒が進んでますよね、玉がね。でついお昼、1日前ですよ、ずっとここだったんですよ、穏やかだったんですよ、ね、動きがね、どこに行くんだろうかみたいな。そしてここで上田総裁の総裁候補の所信聴取がありましたんで、この間ちょっと参加しないでおこうよって感じで金曜日は静観しておりました。そしてこの辺りで落ち着いてきたかなと、どちらにしても今日は出番がないかなと思って、まあ、寝たわけなんですけども、そうすると深夜寝てる間にこの動きがねものすごく加速したってことなんですよね。まあ、正確にはこれ1時間軸ですから、深夜というよりも夕方あたりからバンバン進んだんですよ。ですので私はもう金曜日は割り切って見ないでおきましょうっていうふうに申し上げました。ですので今振り返ってね、テクニカル的に解釈するとしたら、ネックラインはどこかってことなんですよね。まずはこのレンジのネックラインをブレイクして上の方向に抜けると思いますよっていうふうに言いました。これはファンダメンタルとかなんとか関係なくですよ、テクニカル的にこのレンジを抜けたら抜けた方向についていけばいいじゃんって話でした。でネックラインの2つ目はここです。一旦上に上がって下に下がったところ、まあこことも言えるんですけども、直近のここですよね。ここで一つ一旦区切りがつきますんで、ブレイクアウトしてもここで一旦ね利確をするのが賢いよと。さらにそこから上の方に抜けるようだったら、これは張り付いてチャートを見てる人だったらね、よくわかると思いますけども、こう抜けたんだったら今度は135円の556っていう以前あらかじめ引いといた価格帯があるでしょと、ここを抜けたらバイでブレイクすればいいんじゃないですかと、ブレイクアウト狙えばいいんじゃないですかって言ったら、まあそうなるわけですよ。ですんで特に私の指示がなくなくても、テクニカルをもう身につけた方、きちんとブレイクアウトが解釈できている方なら、エントリーするポイントチャンスは3回あったんですよね。この矢印が書いてあるところが1回目ね、レンジを抜けたところ、このレンジはブレイクアウトのために引いたっていうふうにたびたび申し上げましたよね。これが1つ目。そして2つ目はネックラインを越えて、上の方に伸びたことが確認できたら、ここでもう1回で、3つ目はずいぶん前から使ってるこの価格帯135円の556、ここを超えたらまた上の方にブレイクしますよっていうふうに申し上げました。それもその通りになってるわけでしょ。で私はもうね、早々に、私の場合はですよ、個人的にはもう寝ていましたんで全て入ってません。でも入るところってのはもう指し示してると思いますので、私は時間帯が合わなかったんですけどもね、例えば夕方の5時6時あたりからチャートを見ていける人でしたら、そして FX オリガルヒの熟成さん、引いては速稼塾の熟成さんだったら、このポイントのどっか1個で入れてるはずですね。根っこから入れてる方が利幅はでかいですよ。でもどこでもこれチャンスに気づけるでしょ。でもし気づけなかったとしても、今この解説を見たら、なるほどそういうことだったのかってわかるでしょ。
で、これを繰り返していけば勝率はどんどん上がっていくに決まってるじゃないですか。ということで今日の相場解説は以上なんですけどもね。じゃあついでなんで4時間も見てみましょうか。4時間見ているとこうね、右肩上がりのいわゆるトレンドの方向っていうのがありますけども、それがこのレンジであった時と、そしてこのレンジであった時と、そして現在3つ目のこちら130円の556という3つに分解することができるっていうのが分かると思います。その時にこの価格のポイントね、プライスポイントをずっと前に引き出たのがまた使えましたよねってことですよね。ですので、こういう線がちゃんと引けるかどうかっていうのもすごく大事なんですよ。はい、それじゃあ一日足の方をお話して最後にしたいと思います。はい、結局ですね、黒田総裁が介入とかなんとかっていうね、あんな事件もありましたけども、このあたり152円の方から一気に、下がってドーンと行きましたね。それがちょっと前にお話したように、ここでレンジに入って、まあ上下転換が始まってね、今度また上昇していくわけですよ。で、この上昇が基本的にはこのあたりまで続くと思ってもいいんですけども、正三角形を描くようにね。だけどももういろんな動きからこちらに達する前にこの上昇が終わって下の方に行くんではないかなというふうに私は考えています。これ以前もお話しましたけど、そしてちょっと書ききれないんでこのあたりに書いちゃいますけども、縮小版全体にはどうなるかっていうと、ずっとねロシアの侵略戦争があって152円に達するかどうかってところで介入があって下がっていきました。そして今上り続けているところなんですよ。これがだから今全体の図の縮小版ですけども、今後こういうふうに収束していく形で長期の軸ってのはできるんじゃないかなというふうに思ってます、今のところね。うん、違う判断ってのは将来出てくるかもしれませんけども、今の時点ではこういうふうになるって思ってるんですよ。ですんでこういうふうなトライアングルを描きながらね、三角形を描きながらペナントを描きながら、冷やしってのは進んでいくんだろうなと思います。で、そういうことを考えていくと、やっぱり週足とか月足っていうのも大体形フォーメーションが見えてくるわけですよ。はい、ここからもうちょっと話がなくなりますんで、もうしませんけども、本日はそんな感じでね、全体像を捉えているよってことをお伝えしたくって、この動画を特別公開させていただきました。それではね、また明日になりますけども、1週間の振り返り、まとめをやります。そして、次の時には、今度はですね、2月の27、28、および3月の1、2、3のこの1週間はどのように動いていくのか、注意点など、ポイントなどをお話していく動画にします。明日も明後日もお楽しみに。それでは、いってらっしゃい。